する行政区である。1896年、勅令第36号で、朝鮮八道における中正道の東半分を中正北道と定めた。1945年以降は、大韓民国の行政区となり、現在に至る。道庁所在地は、清州市。通常は、中北と略される。北を、京畿道と江原道、西を、中西南道と、西宋特別自治市、大田広域市、東を、京湘北道、南を、全羅北道と接する。したがって、大韓民国唯一の内陸道となる。ほとんどが山地であり、足冷山脈と小白山脈が、道の多くの面積を占める。気候は、内陸部なので寒暖の差が激しい。小白山脈は、国定公園に指定されており、観光地の一つである。農業が発達し、米、大麦、大豆、さつまいもぶどうすももなどを生産している。高麗人参とタバコの葉の生産においては韓国、有数である。また、絹織物の生産は、道の重要産業の一つである。タバコ栽培は1912年に、アメリカ合衆国から導入され、バージニアから移植された。ね、鉄、石炭、ホタル石、森ブデンなど地下資源を埋蔵し、大理石や石灰石も採掘される。1992年に日本の山梨県と姉妹道県提携をしている。海に面していない内陸地域である点、ブドウやスモモの果樹栽培が盛んな点、また首都ソウルから道庁所在地の清州市までの距離が日本の首都東京から山梨県の県庁所在地の甲府市までの距離とほぼ同じであるといった共通点を持つ。1997年には提携5周年記念事業として山梨県立考古博物館において特別展、韓国中正北道の古代文化展が開催された。なお、清州市と甲府市も2002年に友情都市提携をしている。1月の平均気温、中秋清州定価は8月の平均気温、中秋清州定価は中正北道には3市8、郡が設けられている。信州市中州市定価は市丹陽郡、円寿山郡院長、郡鎮川郡宝恩郡奥泉郡四洞郡卒母、郡。ありがとうございます。